ロックンロールプリズナーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回ご紹介するのはセックスマシンガンズの野外ライブ野ざらしにデーモン閣下がサプライズ出演した時の映像です。ディープパープルのバーンと世紀末の1999ナイトシークレットオブジェクトを演奏しています。余談ですが、この日ライブ前にマシンガンズのコピバンコンテストがあり、当時世紀末のコピバンもやっていた私の友人が出場していました。それではご覧ください。なんか俺も寒い話かもしれんけども、ノイジーに影響されて悪魔チックになったような気がする。なんかやった方がええな、こういう時はな。そうやな。ウヒヒヒヒヒヒヒ、ディープパープルのバーンするぞ。
悪魔が来たりでヘビメタル、だいま気合いは入ってるか。まだまだ盛り上がる準備はできてるか。帰りの時間は気になってねえか。デーモン小暮とセックスマシンガンズが一緒にやってて不満はないか。あるということだな。我が輩はセックスマシンガンズ、今回声がかかって資料 CD がいっぱい送られてきて、初めてまともに本を真剣に聞いていた。最初に思ったことは、コピーバンドをやってみたいな。二つ目に思ったこと、この不真面目な歌詞を全部世紀末理由に変えると全部世紀末になっちまうんじゃねえか。三つ目に思ったこと、もっと時間があったら今日このステージでマシンガンの曲をやればよかった。次はそうしよう。次も出てくれます？次はいつだ。次はなんか呼んでくださいよ。どうしてそんな喋り方だ。いやいや、なんか普通に俺喋ったらおかしくないですかこれ。そうだな。いや普通に喋ったらおかしいか。いや、ガタガタ言っててもしょうがねえ。もう一度聞こう。おきたいか。次の曲、2年ぶりに歌うんで、ちゃんと歌えるかな。セックスマシンガンズからリクエストをもらった封印が今日解かれるこの曲、21世紀になってこの曲を歌うとは思わなかったぜ。1999 Secret Out。
アナちゃん。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録もお願いいたします。